これ外していますよね。はい。あ、の皆様こんにちは。花園大学のモロと申します。本日はあのこういうまあ、えー、コロナウイルスので大変な中、またあの国際情勢で心がなかなか落ち着かない中、あのこのように、えー、皆さんとご縁をいただいたことを本当に感謝しております。よろしくお願いいたします。 本日は今ご紹介いただきましたように、えー、現代社会の分断と調和を考えるという非常に重いテーマをいただきましたが、えー、それについて少しお話をさせていただきたいと思います。えー、先ほども少しご案内があったかと思いますが、あの最初のですね、50分ぐらいを、まあ、あの今ご紹介いただきました、あの私が最近出しました岩波新書、 「最長と特一仏教史上最大の対決について」という本についての内容を少しご紹介させていただくということででまああの休憩を挟んで後半で、えーまあ、その話を踏まえながら、まあ、その現代社会の分断と調和を考えるという題で少しお話しさせていただければと思いますであの最長という方に関してはあの皆さんご存知かと思います、えー、教科書とかにも出てますし あの空海さんと並んでですねあの、まあ、大変有名な方ですで、まあ、今から1200年ぐらい前に、まあ、平安京というものが京都にできる頃、えー、新しい仏教を比叡山に作られた方です、まあ、一方の徳一という方に関しましてはあまり聞いたことがないという方もおられるかもしれません あの、この方はですね、えぇ、ー、西條さん、空海さんと同時代に、えー、まあ今でいうと、この福島県の合津地方、あるいは、あ茨城県の方で、え活躍したというふうに、推定というか、されております、え方で、えぇ、ー、西條さん、それから空海、工房大師空海さんにですね、えー、まあ論争を吹っかけて、 まあ、あるい最澄さんとは本当に大きな論争になったという方です、えー、本日はまあそのことについて書いた本について簡単にご紹介させていただきたいと思いますで「えー、最澄と徳一」という本はあの昨年の10月に出版されましたでちょうど「伝行大師最澄1200年恩記」ということで えーまあ、今、九州で展覧会をやってますけどもこの間、東京で大きな展覧会がありまして今度、春には京都でも大きな展覧会をやるということで、えーまあ、皆さんもあのあのあのいたよっていう方もおられるんじゃないかと思いますが、えー、ちょうどです、ね、その人気漫画家の岡崎真理さんという方があの最澄と空海を描いた「あうん」っていう漫画があ,あるんですけども。 あのそれがちょうど連載が終わったというタイミングもあったためにですねまあこの帯にですねこの本とはあの案を描く前に出会いたかったとかっていう、まあ、帯書いていただいたっていうのもあっておかげさまで大変好評で えー、なんか結構売れてるということです。まあ、ああの、書いた本人が言うのもなんなんですけど、正直こんなマニアックなテーマで、あの、本書かせてもらうってこと自体が自分でもびっくりしましたし、まさかそれが結構売れるなんてことは考えてなかったんで、そういう意味では、あの、大変幸せな幸福なことだなって個人的には思ってたんですけども、えー、一方でですね、あの、こういう,う、まあ現代の社会状況の中において、えー、 現代の、現代社会の分断と調和について考えるっていうテーマで、まあ私がこう読んでいただいてるっていうことを考えると、まあもしかするとこういう本はですね、まあ私ずっとそういう研究してたから当然書いてるんですが、あのやっぱり社会がこういう本っていうのを求めていて、まあある意味そういう社会に欠かされて私は書いたのかなと。 で、えー、それを、まあ、皆さんが読んでいるのかななんていうふうに思ったりもしているところです。で、えーっとまあ、本書の内容についてはですねあの、まあ、読んでいただくのが一番いいんですけども、まあ、そんなこと言ってるとあのそれで終わってしまいますので、えー、今回、今日はですね、えーまあ、その中身をかいつまんで、えー、いくつかあお話しさせていただきたいと思いますが、 今日はですね、この5点についてお話しさせていただきたいと思います。まあ一つは論争、どんなの論争だったのかっていう内容の話ですね。えー、それから、あの、これは最長と特一という本なんで、まあ最長さんという方と特一さんという方の まあ個人的な対立の話なんですけども実はこれは1対1二項対立ではなかったという話もさせていただきたいと思いますつまり1対1の個人間のバトルではなかったということですねでそれからまあ3つ目ですけどもあの、まあ、論争っていうといつもあの 話題になるのは、そのどんな中身、まあ、これ一番目に内容の話しますが、どんな中身で論争したのかっていう話も、あの、が一番関心になるんですけども、えー、私はこの本の中でどうやって論争が行われたのかっていうことについて注目して書きました。まあ、論争って現代でもいろいろありますけども、まあ、あの、論争の中身が議論になることあっても、どうやって論争したのかっていう、その方法についてあんまり 話題にならないんですけども、えー、実はこの部分が今日の後半のテーマである、えー、分断と調和を考えるっていうところにつながってきますので、えー、そこをこ少しお話しさせていただきたいと思いますあとですねこの最澄さんという方は論争の中でですね歴史叙述をします、えー、過去こんな論争があったんだよっていうことを自分より前に起きた論争のことについて歴史を書くっていうことをするんですが。 あの、なんで、そういう論争史って歴史を書いたのかということですね。えー、まあ、歴史を書くことによって自分の論争相手であるう、う徳一さんをまあ批判するために書くわけなんですけども、歴史を書くっていうことはどういう意味があるのかっていうことについても、えー、少しお話しさせていただきたいと思います。これは、ある意味、私自身が、 過去に起きた論争について書いてるわけですね。ですから、あの、この部分っていうのは、そのまま自分自身、私自身に、えー、あ,のあの、跳ね返ってくる話なんですけども、えー、過去について書くっていうことについて、どういう意味があるのかっていうことについて少しお話ししたいなと思っています。そして、 えー、最長特一論争の現代的まあこれは先ほど言いましたように、えー、休憩挟んだ後半部分でですね、えー、やりたいと思います。まあ、ですから、最初の50分は、あのといってももうすでに10分ぐらい経っていっちゃってますけどもあの、えー、上の4つですねの話を簡単にしていきたいと思います。 じゃあまず最初にですね、この論争がどんな論争だったのかということについて簡単に、本当に簡単にご紹介したいと思います。でここで、まあ、主な対立点って書きましたけども、 あの、まあ、どんな論争でもそうなんですが、まあ、論争がこう進展していく中で、どん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 こう話が広がっていって、非常に複雑な論争になっています。まあ、そういう意味では、あの、短い時間でその全体を説明することは本当に難しいことなので、ここでは本当にざっくりと大きな論点だけをご紹介したいと思います。で、この論争の一番の対立点というのは、えー、ここにも書きましたように、えー、全すべての人がブッダになれるか、 あるいはなれる、全員なれるっていうふうに言ったのが西長さんです。それに対してなれない人もいるというふうに言ったのが徳一さんということになります。まあ、ここが大きなあの対立点ということですねで。今の日本仏教の多くがですね、この左の最長さんのお考え方と同じ考え方をしているんじゃないかなと思います。生きとし生けるものは全てブッダになれるんだと。 こういうことですね。一、え、切、ー、会場、あの、一切は皆成仏するぞということですとか、まあ一条一つの、みんな一つの乗り物に乗ってるんだみたいな感じでですね、えー、言われたりもします。まああるいは、生きとし生ける者はみんな仏陀になる可能性を持っている。一切主条、失物仏性という言葉がありますけども、まあそういう考え方ですね。それに対して、えー、徳一さんは、 がおられた宗という宗派、まあ、現代も、あの、孔九さん、薬師寺さんに伝わってますけども、その仏性がない衆生もいるという考え方をします。えー、つまり、一部の主張ですね、は、仏たになれない人がいるということです。一部不成物っていう言い方をしたりもします。なんでか。 っていうとですね、その生きとし生けるものの、まあ仏教的な素質には違いがあるからという考え方をするわけですね。えー、ですから、例えば、まあ現代で言えばタイやスリランカとかで、まあ、テーラワダ仏教みたいなのがありますけども、ああいうのに向いてる人がいる。だからそ,そういう人はそ,ういうそっちで修行すればいい。逆に、まあ日本の、例えば浄土真宗とか曹洞宗とかいろんな宗派がありますけど、ああいう仏教にあの向いている人たちもいる。 その人たちはそっちに行けばいいということですね。だからそれを無理やり一つのゴールに統一する必要はないし、まあ、ブッダっていうものを目指さなくてもいいという考え方です。まあ、発想集なんかがしたこの考え方を、まあ、五章格別説とかですね、こういう言い方をしたりもします。あるいはさ、あの、乗り物が、あのメジャーな乗り物が3つありますので、三乗説なんていう言い方をしたりもします。 で、えー、っと、この五章格別説っていうのはあまり聞いたことがない言葉かもしれません。この生っていう、お、女辺に、あの、生きるっていう字があって、まあ、あの、名字の生ですね、っていうのがありますが、えー、この生っていう言葉は、まあ、あの、家柄みたいな意味です。えー、ですから、あの、現代でも宇治素性とか言ったりしますよね。えー、あの、宇治素性の素性っていう言葉はもともと仏教語で、 えここにあの種の性っていう字がありますね、えー、一あの,種の生っていうのがありますけどこれが今あの味の素のもとに、えー、なんか性って書いて素性って言ったりしますがこれがもともとはこの仏教語の家柄とかを表す言葉首相って言ったりしますけどもこれが元になったというようなことを言ってる人もいますがまああのもともと仏教なんかではあのぶあのお釈迦様がその自分たちのお弟子さんの のところをですね、まあ、家族みたいに言って、あの、釈迦の一族であるとか、あるいは、あの、まあ、ブッダの家族とか、ブッダの家柄みたいな風に言ってた。それが、まあ、あの、後にこういう形で使われるようになったと言われるんですけども、この五章格別説というものではですね、主条を五種類に分けます。一番上の昭文上昇とか、独角上昇っていうのがありますけども、これはあの、現代で言えば、そのテイラワーダ仏教みたいな、まあ、 あんまりこの言葉は使いたくありませんが大乗の側から少女と呼ばれる人たちですね、えー、まあ明らかにこうちょっと差別用語的なニュアンスがあるのであまり使いたくないんですけどもあの、まあ、いわゆる小文乗とか呼ばれている、まあ、大乗以外の仏教に向いた素質の人たちのことが、まあ、上の2つということになります。 で3番目の菩薩上昇という人、あのグループはですね、これは仏陀になる、成仏する原因となるもの、いわゆる仏性みたいなものをですね、えー、持っていて、まあ長い修行、ものすごく長い修行を経た上で、えー、仏陀になれる人たち、まああるいは修行のことを指すグループです。で、えー、この上の3種類の人々、まあ人、人だけじゃないですけど、まあ修行はですね、 この定めるっていう字があることからも分かって、あの、ありますように、その能力的に固定されているというふうに考えます。ですから上の2つの、まあ、言ってみたら門、証文書、大城以外の道用の素質を持って、それが固定されている人たちは、ブッダになるということはありません。逆に真ん中の菩薩上昇の人たちっていうのは、まあ、ブッダになることが確定しているグループということになります。 で上から4番目の不条首相というのは、えー、上3つの。 まあ素質を複数持っている。例えば、正門と独角とか、独角と菩薩とか、そんな感じで複数持っている人たちのことです。ですから、まあ、どの修行をして、ブッダになったりするのか、あるいは別のゴールになるのかっていうことが確定していないので、不条不定という字が使われているということですね。まあ、もちろん、仏性を持っている可能性がありますので、ブッダになるということも可能です。えー、ですから、まあ、 五章格別説の中で、まあ、ブッダになれる人たちっていうのは真ん中の菩薩上昇と、えー、上から4番目の不上首相の一部の人たちということになります。この考え方ではですね。でその一番下に無首相という人たちがいます。これは、 このグループの方たちはですね、えー、要するに仏教的な素質がないという方たちです。えー、どんなに修行してもブッダになったり、あるいは下脱をしたり、涅槃に入ったりするということがない人たちですね。じゃあ、ほっとけばいいのかっていうと、そんなことはなくてですね、むしろ、 この発想衆の考え方では、この無首相の人たちは永遠に輪廻を続けるわけだから、こういう人たちこそ地獄に落ちたりしないように仏教の教えを解いて救う、救済の対象にするということが言われたりもしますで。なんでこんな考え方ができたのか。日本の仏教の勉強をされている方だと結構違和感があるんじゃないかと思うんですけども、これはですね、もともとはですね、あの、まあ、師匠が弟子を を指導する際の時にだんだん出来上がってきた考え方だっていうのが最新の研究なんかで明らかになってきています。上の4つですね。上の4つは、要するに師匠が弟子を指導する中で、このその人が大乗に向いているか、あるいは小文嬢に向いているか。まあ、現代の言葉で言えば、試験の結果に応じて進路を決めるみたいな、あの そういう中で出てきた考え方が、まあ、だんだん整理されてこうなっていったということですね。あと一番下の無首相っていうのは何かっていうと、まあ、そもそも、あの、自分が弟子を取ろうとしているときに面接とかをします。その面接とかをしたときに、その、まあ、弟子に、弟子候補の人がですね、仏道修行に向いているのか向いてないのか。向いてない人に無理やり仏道修行させても、 まあ、今で言えば赤ラパワハラみたいになっちゃうわけですけども、あの、そういう、まあ言ってみたら、その、向いてる、向いてない、で向いてない人には必ずしも、まあ、修行とかをですね、させなくてもいいみたいな、そういう、ある種のこう指導の中で出てきてる概念、それが、まあ、だん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 整理されて、こういう考え方ができたというふうに言われています。いずれもですね、修行の現場における現実的な教育過程の中で、 えー、あの見られるものです、まあ、現代風に言えばですねその修行者、まあ、仏教を修行したいとか仏教に関心があるという人たちの多様な能力や適性、えー、あるいは興味関心などに基づいて、えー、修行を提供するというような、まあ、あの考え方、まあ、ある種の教育理論みたいなものとして発達したということですね。まあ、もちろん現代の教育観 あの理論みたいなのとこれを全く同じものだと私は言うつもりはありませんけども、まあ、そういう側面があったということはあのご理解いただきたいなというふうに思います。でこの五章格別説というのは今の日本の仏教観からすると なんかちょっと違和感があるという方も多いと思うんですけども、まあ人によってはこれは差別思想だとかですね、えー、仏教じゃない非仏教的な考え方だとかっていう,いうような言い方をされる方もいます。確かに能力によってゴールが変わるし、仏陀になれない人もいるとかいうわけですから、あのー、そういうふうに聞く人もいると思うんですけども、ただこの初期仏教とかに目を向けると、 まあ、あの、釈尊の考え方は実はこれに近かったんじゃないかみたいなことを、佐々木静香先生がおっしゃったりしてるんですね。まあ,あ、佐々木先生は、いや、俺はそんなつもりで言ったつもりはないとか言うかもしれないんですけども、私はそう受け取ったということです。えー、佐々木静香先生の日々これ修行という本がありますけども、この中では、えー、釈迦の仏教は人には仏の教えで助かる者もいれば、そっぽを向いて別の道を行く人もいると。と せめてこちらを向いてくれるものだけでも助けようと考え自分たちの考えを認めないものを教えの敵だからやっつけようなどとは思わないこちらへ来てくれないのは残念だ失望するだけだということですねまああの本当かどうかはわからないんですけどもあのイスラームの方に聞いてもやはり、まあ、一部の原理主義と言われる人たちなんか違うのかもしれませんがやっぱり同じような考え方をすると聞いたことがあります。 あの、天国、イスラムを信じる信じないはその人の,、まあ、あの自由なんだけども、まあ、あのイスラムを信じない人たちは地獄に落ちて天国に行けなくてかわいそうだなって思うっていうようなことを言ってて、ああ、なんか似てるなと思いましたけども、まあ、そういう意味では、あの仏教の元々の考え方から派生した考え方って言ってもいいのかなっていうふうに個人的には考えております。で私の本ではこういう書き方をしました。 えー、国外に目を転じてみれば、日本の伝統宗派以外にも様々な仏教が目に入ってくる。タイやスリランカでは、大乗仏教側から一方的に少乗仏教と呼ばれていた部派仏教の、ま、を継承する人々が活動しており、日本でも一定の信者を獲得している。さらには、グローバル社会の中で無神論なども含めた多様な宗教的立場の間の対話が大きな課題となっている。 こういった社会において、まあ、一条思想ですね。全てが同じゴールに行くんだっていうような考え方に基づいて、えー、全ての人は将来、必ずブッダになりますという理念をそのまま広めようとすることは可能なのだろうか。もしかすると、現代社会においては、ブッダになること以外にも複数のゴールがあると主張する五章格別説の方が適しているのかもしれない。まあ、仏教伝道協会という場はですね、あの、 見仏の教えを広く世界に広めるためという趣旨で設立されたということなんで、あの、ま、そういう場所でですね、なんか、ま、多様なゴールがあるんだとかですね、別に仏教向いてない人もいるかもしれないとかいうのはちょっと不謹慎なのかもしれませんけども、後ろ向きなのかもしれませんけども、 ただ、あの、ちょっとこの辺の話はですね、後半にもつながってくると思いますので、まあ、このような考え方も一つの知恵として仏教の中にあったっていうことだけは指摘しておきたいと思います。別絶対これが絶対正しいって言いたいわけではないです、別に。あの、こういう考え方もあったということですね。はい。では次にですね、えー、っと、まあ、以上のようなことで、まあ、西條さんと徳一さんは、こう、対あの、対立してたわけですけども、 実際はこれは、あの、その二人の個人的な対立ではなかったっていう話をしたいと思います。この最長特一論争っていうのは、まあ、天台宗と発想宗の対立というような感じで考えられてきました。発想宗に属していた特一さんが、まあ、日本の天台宗を開いた最長さんと論争したわけです。 で今,今から90年ぐらい前に出た古い本なんですけども今でも最長特異論争を研究する際のある種のバイブルみたいな本になっている常盤、えー、大條先生という方の「物証の研究」という本があります、えー、そこにはですねこの最長特異論争っていうのは単独の論争ではなくてインドから日本に至るまでずっとですね同じような論争が続いていたと でえー、天台をもって代表せられる一条家と有意識をもって代表せられる三条家との間で、まあ、論,論争、論難の往復さっきの大きな対立点ですねあれがずっとインド以来ずっと続いてきたんだとそして最長、えー、特別論争はそのお、まあ、大きな流れの中でも、まあ、ある種の最高潮に位置するものなんだというようなあ形で、まあ、ずっとこうインド以来のですね 論争を述するという非常にスケールの大きな研究書がありますけれども、えー、まあこういう本があるがためにですね、まあ、まさにこの1条対3条あの最長対特一みたいな感じで、えー、こう二項対立的に捉えられてきたという話なんですね。まあ、でその2つの相対立勢力のある勢力の片方が最長さんで片方が特一さんだったという考え方です。 もちろん、この最長特筆論争というのは最長さんと徳筆さんというですね非常に強烈な個性。 ああったんだと思いますあのものすごい激烈な論争をしますのでちょっとあの,あのすごい個性的な方たちだったと思うんですけどもすごい信念を持った方たちだったと思うんですけどもまあそういう意味では2人のお坊さんの対立なわけでんですがもうちょっと遠くから俯瞰的に眺めてみるとですね実は個人対個人の対立ではなかったということが分かってきます。 え先ほども言いましたようにこの時代っていうのはちょうどですね平安京っていうのができた頃にですでだからちょっと前まで奈良に平城京っていうのがあってですね奈良に今でも大きなお寺がありますけどもあの奈良仏教南都仏教と呼ばれるものが仏教界の中心であった時代です、えー、ですからまあ奈良にはなんと六州という州があったわけですけども当時ですね西條さんと徳一さんが活動していた当時 その当時の仏教界の最大の問題って何だったんだっていうと、実はそのなんと六州の中の二大派閥であった発想州と三論州の対立です。まあ、しかも割と政治的な面を含んだ対立です。で、三論州っていうのはまあ空の思想というのをまあ前面に押し出す州派ですので、 で、発想集は、まあ、心ですね。四季というものの実在を主張するので、まあ、空雨の論争って言われたりもするんですけども、あの、最長さん、徳一さんの論争が始まる直前、ほぼ同時代と言ってもいいと思いますが、あの、平安時代の最初期の頃ですけども、この頃、日本仏教で大きな問題っていうのが、この三郎集と発想集の対立だったんですねで。あまりに対立がひどいので、 何度も天皇、まあ、当時の天皇は関武天皇ですね、平安京を開いた関武天皇ですけれども、関武天皇からもう争いをやめろっていう命令というか、あの、ま、巫事のりが出るという、連発するという話があります。ここにまあ年表を書いた通りですね。で、そこに、 平安京を作った漢武天皇のブレーンとして、最長さんという人が抜擢されるというのが当時の政治状況です。仏教界の状況です。だから、最長さんっていうのはもともとこの三論集と発想集の非常に大きな対立、仏教界を二分するような対立を解決するための、まあ、新しい人として期待されてきた。 でその延長線上に実はこの最長特異論争っていうのがあるということですだからもうこの時点で実は一対一の対立じゃないっていうことなんですねまたこの三論衆と発想集の対立とか最長特異論争っていうのがどっちが正しくてどっちが間違ってるっていう実はそういう様相もあるんですけどももちろん論争してるんで あるんですけどもただそういうゴール解決策をあのゴールを目指してたわけでもないっていうのはですね実は天皇の御事の理の中身ととかかを見るとかるわんですね、えー、この例えばこれ延暦17年に桓武天皇から出された御事の,理の中ではこの三郎宗と発想宗は対立してるんだけどもこれをあの対立しているような思想を持っている人たちが車輪の両輪のようになってあのまあ言ったら日本の主張を救いなさい。 っていう、あの、こう、内容のことが出るんですね。でも対立しちゃってる。だからやめろっていう話です。えー、つまり、どっちが正しくて、どっちが間違ってるっていうあの対立ではなくて、あの、全然違う、正反対の思想みたいな人たちが、車輪の両輪のようになって主張を救っていく。これが、まあ、求められているんだっていうことを言うんですね。 で、実はこの考え方を最長さんは、あの、徳一さんの論争の中にも持ち込んでいます。えー、天台宗と発想宗が車輪の両輪のようになって衆生を救うのだみたいな感じですね。ところが徳一さんは、その、車輪の両輪のようになっているはずの、まあ、言ってみたら、あの、調和じゃないかもしれないですけども、お、車輪の両輪のようになって、中身は全然違う思想を持ってる。さっき見た通りですね。あの、思想の中身は全然違うのに。 それが両輪のようになってほしいな、なるべきだって考えてるのにわざわざ論争をふっかけてその車輪の両輪のようなあの体制を崩そうとしている人だっていうふうに徳一さんは最澄さんに言われるわけですね。そういうまあ言ってみたらそういう体制を崩壊させるようなあことをしてるんじゃないかっていうことです。ですから最澄さんは徳一さんを個人として批判はしてるんですけども発想集の教えを この世から完全に消滅させて天台宗の教えだけにしようなんて全然考えてないということですね。でえっ、ー、と最澄さんはですねそのまあ当時新興、まあ、勢力ですからあので出てきたばっかりの人なのであの他の宗派からこれちょっと仏教と違うんじゃないのとかって批判されてたりもしてたみたいなんですけども。 あの、最長さんはですね、天台宗の教えがいかに他の宗派から支持されているかということを何度も何度も強調することを言います。天台の伝法は諸宗の妙境である、明らかな鏡であるとかですね、そういうことを何度も何度も繰り返すんですね。これはもちろん天台宗が一番優れているっていうことを言いたいっていうのがあるんですけども、もう一方でですね、 あの、天台宗っていうのは、他の宗派とちゃんと支持されてるんだよ。他の宗派からちゃんと支持されてるんだよっていうことを、あの、言おうとしている。えー、ですから、徳一さんとの論争の中でですね、えーまあ、徳一さんは天台のことを批判するわけなんですけども、そうすると、天台宗の教えを批判しているのは徳一さん、あなただけですよ。と、 まあ中国ですね。白木、朝鮮半島ですね。の人たちはみんな天台宗を支持してますよ。そういうふうな形で反論しようとするんですね。徳一さん、あなたは天台を批判してるけど、あなたを除いた他の宗派の人はみんな天台を支持している。なのになんであなたはそれを批判するんだっていう言い方をしています。つまり、最朝さんの考え方っていうのは、 その完全なる教えである。まあ、最長さんにとってですね、天台の教えさえあればいいという考え方ではなくて、天台宗から見れば、まあ、劣っているように見える、他の宗、そういうのもなきゃいけないし、そういう宗派、お互いに承認されているような、えー、そういうところが、まあ、必要なんだっていうことを言う。それが、まあ、当時の考え方であったし、そういう形で実は論争してるってことなんですね。 ですから、最長と特異の対立というのが、どっちが勝った、どっちが負けたとかいうような、そういう対立ではないということが、ここからもわかると思います。だから、誰かが独り勝ちするとかいう状況がだめだっていうことなんですねそ。そこを目指してたわけじゃないっていうことです。ちなみにですね、その別の州に認められて、初めて、まあ、州としてやっていける。 いろいろな州が相互に認め合って、それらが平存することで主張を救うことができる。こういう考え方っていうのは、ある意味日本仏教のその後のですね、日本仏教の一つの基準になっていくと思います。 例えば日本の仏教界は中世までは八州体制といってですね、なんと六州プラス天台真言っていうのを合わせた八州体制というのが引かれていて、まあ浄土宗とか禅宗は逆にこう排除されていくんですけども、あの、まあ八州公用っていうその仏教の概説書みたいな今でも読まれているのがありますが、その八州っていう体制が取られるんですけど、この八州っていうのがなんであの、まあ仏教界を代表する州なのかっていうと、これは お互いがお互いに相互に承認し合ってるからだっていうふうに中世の人なんかは言うんですね。これまさに先ほど言ってた平安時代の初期に官、えー、武天皇ないし西朝さんが言ってた体制っていうものが、まあ、受け継がれています。まあ、同じように鎌倉時代の文献なんかには東大寺の会談はインドから伝わってインド中国日本の三国で、えーまあ、承認されている。まあ、これ共に許すと書いてグーゴって読んだりしますけども 相互に承認していいるという意味です、えー、こういう言い方をするわけですね。まあ現在でも日本には多くの州というものが生存してますけどもでまあ各州の方たちは自分のとこが多分一番だって思ってるんじゃないかと思うんですけどもその自分たちが一番だと思いつつも相互に承認し合うというですねそういう体制というのはもしかするとこれ最長さんが作ったあ体制なのかもしれません。<laughs> で、さらに言えばですね、もっともっとこの論争はめちゃめちゃ複雑で、えー、っと、プレイヤーというかですね、ステークホルダーにあたる人たちがもう大量に存在します。まあ、これを細かく説明するとも、キリがありませんので説明しませんけども、えー、ここに挙げた図はですね、最長と特一の目次の後に出ている図なんですが、あの、ここに出てない人もたくさんいます。例えば、ケゴン州とかもこの中に帰ってくるんですが、それすっぽり抜けてたりとかしますけども、 えー、この中の人でいうとですね例えばあの上にいる方峰ってこれは中国の玄女さんのお弟子さんですねそれから常敏これは中国の立秋のお坊さんですあるいは大安寺三郎と言われている教春というこれは日本の三郎宗のお坊さんなんですけども、えー、これらの人たちを使って の書いたものを使って、最條さんは徳一さんを批判します。あの、徳一さんを批判するときにもちろん、天台の教えを使うんですね。最條さん、天台師の人だから。でも、全然関係ない州のお坊さんが書いたものを使って、えー、徳一さんを批判しようとする。これはもちろん、あの、いろんな意味があると思うんですけども、あの、先ほども言いましたように、徳一さんを批判するときに、天台が優れてる。天台の教えが素晴らしいんだから、 のののの教え以外のものを使ううは間違ってるっててるんじゃなくて、この州でもお前を批判してるよ、この州でも天台宗を支持してるよっていうような形で、あの全然関係のない、関係がないわけじゃないんですけども、あの,州のものを使って、えー、批判をするということをしていくということですねで。さらに言えばですね、実は徳一さんっていうのは、最初に批判したのは、最、え、澄、ー、さんではなくて、最澄さんと関係の近かった鑑真さん。 ですねあの対立を中国から持ってきてくださったあのグループの人たちと対立していたのが長さんにこうスライドしてったみたみいなのもありますます、あ、細かいこと言うともうキリがありませんのであのこの辺で止めておきたいと思いますけどもそういう非常にいろんなプレイヤーがいてかついろんな人たちが併存すべきだっていうような社会状況の中で。 あの、立ち上がってきた論争がだん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 最長と特異っていう二人の対立にだんだんこうなっていったっていうような、まあそういうイメージで取っていただければと思います。まあそういう意味で途中からは一対一っぽくなっていくんですけども、決してそうではないという、全体として見たら一対一ではないということですね。えー、ああ、もう時間ないですね。<laughs> まあいいや、頑張ろう。 次に、えー、どういうふうに論争していたのかということについて、これもごく簡単にご紹介したいと思います。全く相対立,立する考え方を持った二つの,あの人がですね、二人の人がですね、えー、論争をするってなって思い浮かぶのは、いわゆる水かけ論です。俺が正しい、俺が正しい、こっちが正しい、あっち、あの、お前は間違ってる。水かけ論になるということになるかと思いますが、 もちろん最長特異論争にも水かけ論っぽくなっちゃってるところは当然あるんですけども実はあのそうではないっていうことをご紹介したいと思います。えー、仏教にはですねもともとインド以来ですね陰明と呼ばれるあの討論したり、えーまあ、問答をしたりするためのですね、えー、技法がありました。 仏教論理学とかですね、そういう言い方がされることもあります。で最初と特一もどちらも陰苗を学んでおりまして、えー、著作の中に陰苗の言葉がたくさん出てきます。で陰苗についてここで詳しく説明することはできませんので、えー、本あのこの本の中で紹介した最初と特一が実際にこの陰苗というものを用いて行った、まあ、あの議論の例をご紹介したいと思うんですが、 まず最初にですね、あの、陰苗っていうのは何か対論とか討論とかをする場合、論争とかをする場合にはですね、その何かの主張をする人、俺はこっち、これが正しいと思うっていう人を、まあ、立者、あの、立つっていう字を書いてですね、立者って言います。で、その、まあ、言ってみたらそれを受け取る側ですね、受け取る側のことを敵って書いて、まあ、弱って言いますね、弱者って言うんですけども、この、あの、立者と弱者が対論する場合には、 えっと、お互いがですね、あの、承認し合っている言葉を、言葉とか概念を使って、えー、議論をしなければならないっていう,いうルールがあります。これを流弱愚語っていう言い方をするんですけども、あの、先ほど少し、あの、共に許す、承認するって言葉がありましたが、まさに同じ言葉です。で、例えば、キリスト教の人と仏教徒が、まあ、対論をしてたとしますね。 で、まあ山から煙が上がっているのを見てですね、それを見たキリスト教の人がですね、あの,あの山はきっと火事に違いないっていうふうに煙を見て思ったとしますね。まあこういう主張をするわけです。で、これは仏教徒は山見えてるし、煙も見えてるし、あの、で火事っていう言葉も知ってるから、これはあの、 まあ、当たってるかどうかわかるんないですよ。火事じゃなくて火山の噴火かもしれないんで、結論は当たってるか間違ってるかどうかわからないけど、少なくとも、あの、こういうふうに自分の言いたいことを言って構わないっていうことなんですね。ところが、キリスト教の人が、例えば、父なる神は最後の審判の主権者であるっていうふうに仏教徒に言ったとします。でも、仏教徒はこの場合、父なる神とか、 最後の審判とか、そもそもそんなものはあるって思ってないわけですね。そういうのは承認してないわけです。ですから、キリスト教の人は、が仏教徒に対してこういうふうにして自分の主張を言った場合は、それはそもそも無効ですよ。真偽を判定する前に無効ですよって考えるわけです。つまり、異なる思想の考え方を持った人が対論する場合には、お互いが、うん、そうだね、それはあるよね。あるいは、あの山が見えてるよね。あ、見えてる見えてる。っていうような形で、相互に、 まあ理解して承認してあそれはあるって思ってる概念であったり言葉を使わなければ論争にならないよっていうのがこれ陰謀になります、えー、これがあの最長特別論争の中でも実は出てきます、えー、最澄さんはですねああのまあその自分の反対勢力さっきガンジ真ンさんのグループと戦ってたっていう話もしましたけども その、ガンジンさんのグループの人たちがですね、その、天台の教えに基づいて、遠業で言えばこれ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 であるっていうようなことを言ったわけですね。天台の教えではこういうことが言えるんですよって言ったと。そしたら、今ちょうどまさにその天台の教義は正しいかどうかってことを議論してるわけですから、まだ徳一さんは天台の教義について正しいって認めてない状態なわけです。それを認めさせようとしてるわけです。っていうことは、徳一さんにとっては、まだ、 自分が承認され、していない縁業とか天台の言葉を使って何かをあの言われたとしても、いや、それは無効でしょと。自分が知ってる言葉を使って私を説得してくださいって言って反論するんですね。まあ、これを反論っていうのかわからないですけども。えー、っと、そうすると、まあ、この徳一さんの あの反論に対して最澄さんがまた反論するわけですけども最澄さんは何て反論するかっていうと実はさっき出てきたやつですこれを認めてないのはあなただけなんだとあの党や新羅の人たちはみんな承認してるんだあなた以外の人はみんな承認してるんだからあなたの反論は間違ってるってこういうふうに返すということですちなみに最澄さんのこの返しは陰陽のルールからするとちょっとずれてます あくまでも陰苗で求めているのは、こう、対論している両者が承認していることであって、他の第三者が承認していることはあんま関係ないんですね。相手を説得しているわけですから、相手が、相手を説得させるためには、相手の知ってる言葉を使いなさいよって話なわけですから、あの、誰が何と言おうと、あの、他の人がこう言ってるんだから正しいんだみたいな、多数決みたいな話なわけじゃないわけです。あの、相手を議論してて、相手に納得してもらうためには、相手が、 もともと承認している概念を使いましょうっていうことなので、この最長さんのこの返しは実は陰謀のルール上はおかしいんですけども、まあおかしいって言うとね、あれなんですけども、あのー、これは当然理由があります。で、徳一さんも別にですね、自分は誰が何と言おうと、俺はお前の言ってることは認めとか言ってるわけではないんですね。これは後でもちょっと説明しますけども、 をなんかお互いが知ってる概念を使いながら論証をどん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 積み重ねていくことで今まで知らなかったところに到達しようよっていうのが陰陽の発想だと思いますので、まああのー、ですから、あのー、最澄さんがみんながこう言ってるよとか言われても徳一さんにとってはまあしたことじゃないというような、まあ、そういう話になるわけですただ先ほども見たように当時の仏教界は あの、要するに、州が相互に承認し合うっていうことを、まあ、是とするような社会状況だったわけですね。だから、一個人が納得するとかしない以前に、やっぱり、州が全く対立するような州が相互に承認し合いながら、まあ、車輪の両輪のように、あの、行きましょうっていう議論、時代の中では、西長さんのこの発言っていうのは非常によくわかるわけですね。 まあですからこれ議論は何のためにするのかとかですね議論における正しさっていうのは結局何なんだみたいなことをこの2人の論争からは我々は読み取ることができるんじゃないかなというふうにも思います。でですねあの論理学とかですねそういう話が出てくるとですねよく言われるのはそれ宗教っぽくないやっぱ宗教っていうのは信じるっていうのがベースにあるわけだから。 あのその議論とかで宗教的なことが決定できるわけないじゃないかみたいなことを言われることもあるんですけどもあるいは信仰っていうのは論理を超えたものだみたいなですねそういうような理解なんかをされることもあるんですけどもただ仏教の歴史を振り返ってみるとその信仰っていうものとこういう論理学っていうものは実は結構近いところにあるっていうことを少しこれはまあ最長特一論争からちょっとずれた話ですけども指摘しておきたいと思います。 でその陰明さっき言った論理学ではですね、何かを推理したり論証したりするときの根拠になるもの。つまり、あの山には火がある。あの山は火事だと俺は思うんだけど、理由はあ煙見えるから。というのが、この煙が見えるからですね。これのことを陰って言います。で、陰、あの、だから、まあ、あの、陰についての学問ということなんで、あの、論理的な根拠についての学問っていうので、陰明って言い方をするんですけども、 でもつまり煙という根拠があるから火事だっていう推論ができるということですね。で、因っていうと原因のように聞こえますけど、煙は火事の原因じゃないですね。むしろ結果ですよね。 あの、火がボーって燃えてるから煙が出るわけであって、煙が火事を起こしてるわけではない。ですから、因といっても、これは原因って意味ではなくて、何かを理解するための根拠であったり、何かを理解するためのきっかけというような意味で、因っていう言葉を使っていて、それを、あの、良因っていう言葉を使います。え、理解のための因みたいな意味ですね。この良因っていう言葉を使うんですけども。 この両因という考え方は、論理学の考え方なんですけども、要するに、私たちにとって見えないもの、私たちが直接理あの経験することができないもの、それに対して確信を持つうきっかけとなるものです。で、えー、それはですね、例えば私たち将来ブッダになれますよとか、あなたには物書がありますよってったっても、物書なんか見えないですよね。そういう見えないものっていうものを、我々が確信を持つための、 一つののきっかけにななるものなんですねですから「仏性は涅槃の要因である」とかですね、えー、何かを信じるっていう心は仏性があることの要因であるみたいなことが実は涅槃ン行とかそういう文献の中には出てきます。つまり煙があるから火事であるっていうことがわかる確信が持てるように信じる心があるから仏性があるってことが確信を持てる。 そして仏性があるってことが確信が持てるから自分がブッダになれるっていうことが確信が持てる。ブッダになるなんて経験は誰もできないわけです。でもそういう見えないものについて経験できないものについて確信を持つっていうことについて仏教徒が一生懸命考えた結果の一つが仏性とかでもう一個がこの論理学だったということなんですね。 ですから、昔のお坊さんはですね、一生懸命ですね、浄土っていうのはあるのかとかですね、そういう論証を一生懸命しようとします。えー、極楽浄土の,あの存在論証とかですね、いろんな論証があります。仏性の存在論証なんてのもありますけども、まあ、そういう信仰と論理学っていうのは実は非常に近いところにあったということですね。やばい。あと2、3分しかない。頑張ろう。はい。ということで、えー、最後、あの、最長はなぜ論争史を書いたのかということなんですけども、 えーまあ先ほど来述べてきたように、この論争は非常に多くの人が関わって、まあ、言ってみたら天皇まで巻き込むような大きな、あの話だったわけです。ですから、最長対特一という一対一のものに還元することはできないわけですが、じゃあなんでそういうふうに見られたかっていうと、実は最長がそういう歴史を書いたからです。最長さんはですね、特一さんをこう説得する一つの方法として歴史を書きます。インドでは、 やっぱり一条と三条が対立した物証がある全員に物証があるっていう人たちと全員に物証はないあるわけじゃないって言ってる人たちが対立していたでインドでは全員に物証があるって側が勝利した中国でもそういう対立があったでまあ日本ではって書いてあるんですけど日本のことを何も書いてなくて途中で終わっちゃってるんですけども要するに西朝さん自身がそういう複雑な状況で自分論争してるにもかかわらず インド以来、この自分側の全ての人が物証を持ってる側の人間とグループと、そうじゃないって言ってる特異側のグループがずーっと長い期間かけて論争してきて、そして常に、まあ言ってみたら最長側が勝利してきたっていう歴史を書くんですね。だから俺も最終的に勝つぜという、まあそういう話なんだと思うんですけども。つまり、あのー、 歴史を書くことによって、まあ自分自身を正当化するということをですね、するしてたわけです。まああの、ここにヘイドン・ホワイトという人の名前を書きましたけども、まあ歴史学者の言葉を使えば実用的な過去っていうですね、まあ自分自身を正当化したり、なんかの問題を解決するために歴史を書くっていうことになるんですけども、まあここではちょっと省略します。で、この問題が先ほども言いました、時和大将先生をそのまま受け取って、 インド以来こういう二項対立的な論争が起きてきたよっていうふうにあのまあ言ったよ近代の研究者がこれを最長さんの書いたものを受け取ってるわけですね。で、まあ、ある意味私の今回のこの本は最長さんが提示した歴史っていうものをそういう二項対立ではないっていうふうな形で、まあ、先ほど私がご紹介したような形で説明した本です。つまり 変な言い方なんですが、私、最長さんに反論してるんです。最長さん、あなたが出した二項対立的な歴史はちゃいませんかっていうふうに、1200年後の私が提示してるって意味では、実はこの最長特一論争の続きをしている本だと言ってもいいかもしれません。まあ、おこがましいんですけども。あの、ということで、ちょっと時間過ぎてしまいましたが、ここまでがこの本の非常に大雑把な内容ということになります。 えーまあ、かなり大雑把な説明だったんで、しかも早口で,です、ね、分かりにくかったかもしれませんけども、あのー、ご容赦いただきたいと思います。一応ここで一度お、あのー、このパートについては終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました